はい、一緒に感謝します、先週に引き続いてですね、坂井義之先生の書かれた著書の中から愛輝きに向かってという著書を書かれてますので、その中からちょっと今日は、ちょっとお読みしたいと思います。坂井先生は今脳梗塞でまだ闘病入院中でありまして、奇跡の人ですから、まあ、きっと回復をされると思いますので、回復を祈りつつ、ちょっと読ませていただきます、心のピアノという題で、書かれている項目がありますので、ちょっとお読みします。心のピアノ。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。黙示録の3章21節の言葉であります。これについての解説はこういうふうになっています。坂井先生の文章です。小さな国でこんな話があります。昔アフリカ奥地にある小さな国にイギリス人夫婦が訪れました。小さな国の王様は彼らをもてなし、ためらいながら、実はイギリスの女王様から大きなプレゼントが届いたのですが、なんだかわからないので倉庫に入れたままにしているのです。ちょっと見てくれませんか。倉庫に入ってみると、なんと立派なグランドピアノではありませんか。しかもひっくり返して置かれているのです。イギリス人夫婦はそのピアノを正しく置き直し、ピアノの前に座り、素晴らしい音楽を奏でました。王様をはじめみんなはびっくりしたということです。もう一つの事例です。ひっくり返した人生。神様は素晴らしい贈り物を人間にくださっています。人間は誰もが偉大な人生を生きるように、喜びに満ちた幸せな人生を送るように責任と持ち物を与えられているのです。ただ多くの人はそれをひっくり返したまま倉庫の中に虚しく放り込んでいるのです。確かにある面、人間は罪深い、弱い、どうにもならない代物です。最近の血まなるさい事件の連続、中学生がイライラしたからといって小学生の女の子を殺す、高校生の暴走族通り魔事件、主婦のアルコール中毒患者の増加、年々上昇し続ける離婚率、大人の世界にも子供の世界にもドロドロしたものがいっぱいです。すべての人は罪を犯したので神様からの栄誉を受けることができず、ローマ人の手紙です、3章23節の中の言葉、もう一つエレミアの言葉の17章9節にこういう言葉もあります。人の心は何よりも陰険で、それは治らない。聖書にはこのように書かれていますが、まさにその通りです。私は決して拒まない。しかし神はこのどうしようもない人間を愛してくださっています。イエス・キリストは、人はたとえ全世界を手に入れても誠の命を損じたら何の得がありましょう、マタイ伝の16章26節にこういう言葉が書かれていますと教えなさいました。いいえ、教えただけでなく、ご自身の命を犠牲にして私たちのために死んでくださったのです。あなたは今の現実がどうであれ、神の形に似せて作られた尊い存在なのです。神の愛が限りなくあなたの上に注がれているのです。たとえ無学であっても、人に嫌われ、お前なんかいない方がいいと
言われていたとしてもです、イエス・キリストは父が私にお与えになるものは皆私のところに来ます、そして私のところに来るものを私は決して捨てません、ヨハネ6章37節の言葉ですね、と言われ、ご自分のところに来た者のすべての汚れや罪の重荷をご自身で引き受けて十字架上に死んでくださいました。キリストは自分の体に私たちの罪を負い十字架上で死んでくださいました。そのおかげで私たちは罪ときっぱり手を切り正しい生活を始めることができたのです。キリスト様が傷つくことによって私たちの傷が治ったのです。ペテロの2章24節ですね。だからあなたの罪や汚れ、呪いや病気、責められる心や不安、恐れ、重荷や苦しみのすべてが十字架上で葬られたことを信じるなら救われるのです。自由となり解放が与えられるのです。娘の項目に行きます。心のピアノ。イエス・キリストは十字架の上に死んでくださいました。そして3日目に復活し今も生きておられる神様です。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。黙示録3章20節ですね。イエス・キリストをあなたの尊い心の中にお迎えください。復活のキリストがあなたの心のピアノの前に座ってくださいます。その時神と調和し、自分と調和し、人と調和する素晴らしいメロディーとハーモニーがあなたの内から湧きあふれ流れ出るようになります。以上、坂井義行先生の書かれた愛輝きに向かっての著書の中から引用させていただきました。今週はこれで終わります。ありがとうございました。感謝します。